アファナシェボ文化は、紀元前3500年から2500年頃、中央アジア北東部からシベリア南部にかけて栄えた文化で、同期時代後期内し青同期時代前期にあたる。シベリアミヌシンスク盆地のアファナシェボで最初に発掘調査されたが、現在のモンゴル西部、新疆ウイグル自治区北部、カザフスタン中東部にまで広がっていた。 さらにタジキスタンアラル海方面の文化も関連があるとされる。アファナシェボ文化の領域生活様式は、繁遊牧的牧畜と考えられる。牛、羊、またはヤギ、馬を飼育したが、野生動物の狩猟もいったようであり、共に出土する例が多い。創生に特徴があり、墓角は、円錐形、または苦形、多くは業外に埋葬されて、赤土がかけられ、 感情列席が建てられた。集落遺跡も多数発見され、金属製品と車が発見されている。人種的には高カソイドであり、創生には、西方ポンティック、ステップ地帯のヤムナ文化などとの類似点が多い。ギンブタスによって提唱された、クルガン仮説によれば、これらは原因を民族あるいはその後継者によるものとされる。アファナシェボ文化が、 陰王五族によるものとすれば、その中で非常に古い時代に、最も北東に位置した民族ということになる。以上に関連して、トカラゴ派の源流であるとする説も有力である。これについては、紀元前1800年頃のタリム盆地における、創生や、家畜と野生動物の骨が共に出土するなどの共通点が指摘されているが、直接的には証明されていない。 アファナシェボ文化の後、南シベリアではモンゴロイドを主体とするオクネフ文化が続く。さらに、西方の南ウラル方面に現れたアンドロノボ文化がこの地域にまで広がる。ありがとうございます。